こんにちは、マサです。今日はこれが、続国の総理っていう話です。これは昨日の記事なんですけど、岸田総理は20日の午後、訪問先のニューヨークで、内外記者会見を開き、政府が10月中に取りまとめる経済政策の柱立てについて、来週前半に各官僚に指示し、 政府与党で検討を本格化させる意向を表明したと。皆さんもおかしいなって感じると思うんですけど、なんでニューヨークで表明する必要があるんでしょうか。国内でやれよって思いますよね。これが属国の国の首相なんです。これもそうですけど、岸田総理はロンドンのシティで 半分以上が現金や預金とされている約2,000兆円の個人資産を投資に振り向けさせることで資産所得倍増プランを推進することを表明したと日本で言えよよって思いますよねもっとおかしいのは最初は所得倍増プランだったんですけどいつの間にか資産所得倍増プランに 変わっているんです普通に働いていれば給料が倍になるよって言ってたんですけど後から投資で倍にしてくださいねって言ってるわけですこんな大きな変更点をなぜかロンドンで表明したわけですおかしいでしょうこれは有名ですけどバイデンさんが日本の防衛費増額私が説得したと。 自自分分のの国のことぐらいいで決めろよって思いますよね多分これもそうなんですけどウクライナ復興に15億ドル支援へ日本政府が保証とだいたい2200億円ぐらいなんですけど「おい岸田お前が保証しろわかりました」っていう感じでしょうねですから結局は逆らえないんです 怖いんです。鈴木伸弘さんっていう元農林水産省の官僚の方がいるんですけど、こう言ってるんです。日本の政治家はアメリカの意向に逆らわない。もし逆らえば政治生命だけではなく、自身の生命すら危ういと思っている場合もある。また政治家だけではなく、 霞が関の行政官もこういった思いを共有しているのが普通だとこういう世界観が政治なんです国民の命を守るのか自身の命を守るのか岸田総理はどう考えても後者ですできるだけ長く総理の地位でいたいんですそれだけの人ですだから超過死亡がぶっ飛んでいても無視するんです これほどの緊急事態はないですよ。なのに無視です。信じられません。内海先生が2025年に日本は終わるって言ってますけど、すでに終わってるんですよ。もうね、はっきり言って手遅れです。今後、参政党とか百田さんの政党なんかが躍進するかもしれませんけど、それは日本が壊れた後です。 ドイツに AFD っていう政党があるんですけど、2015年の難民危機の時に躍進したんです。2017年の議会選挙で大躍進したんです。何回も言ってますけど、人は何かが起こらないと気づかないんです。残念ながらね。起こった時にはすでに手遅れなんです。LGBT 法もそうですけど、こうやって どん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 壊れていくんです。ほんと悔しいよね。では以上です。ご視聴ありがとうございました。